こんにちは、トイズガオです。本日はこちら、限界突破ボトルキャップです。はい、先にちょっと、すいません、指を怪我してね、ちょっと休みますと言ったんですけども、いろいろと立て込んでまして、この前の動画のテレビくんとテレマガの方もそうなんですけどもね、ちょっといろいろともうやらなきゃならないということでね、無理を押してちょっとやっております。ちょっと指がこんな感じなんでね、たどたどしい部分あると思うんですけども、ご了承ください。ちょっと休めなくなっております。すいません。はい、こちらの限界突破ボトルキャップなんですけども、全7種類で、ペットボトルキャップのね、ところに穴が開いて、中のものが吹き出しているというね、それの、よくある、こう、食品サンプルのような、あんな感じでね、このボトルキャップから噴射しているものが再現されています。これは、実際のペットボトルキャップではなくて、ペットボトルキャップにかぶせることができて、まあそのまま置いとけばドッキリに使えるようなね、まあドッキリには使えなくても、写真で撮って、わーっていうね、ドッキリ画像が作れるっていうね、そんな感じのものですね。まず1個開けてみて、ラインナップ、ミニブックのラインナップをね、見てみたいと思います。限界突破ボトルキャップ溢れちゃいました。全7種で、このようにね、噴出ウーロン茶、噴出レモネード、噴出天然水、ここにちょこっと穴が開いたので噴出という、ね、ちょっと噴出しているというものが再現されていたり、この爆発コーラ、爆発炭酸水はこのブシャーって出てるやつですね。こう一気にブシャーっと出ているのが再現されてまして、そしてこの氷結エナジードリンク、氷結水素水。これはブシャッと出たものが氷結したところを再現してますね。こちらの全7種揃っているものを通販で買いました。そしてこちら最初に出たのが、この噴出レモネードですね。これはここにね、パーツが出てて、ここに取り付けるようになってますね。はい、このように噴出して、ここにね、ここも液体で噴出したものがここに溜まってて、波紋が広がっているという、そんな演出もされてますね。これ噴出レモネードです。続いて、こちらが噴出ウーロン茶ですね。これね、色が茶色と水色と黄色があるんですけども、ウーロン茶というね、風に書いてありますけども、この爆発コーラという、爆発コーラっていうのもね、茶色なんで、これもコーラでいいですし、こちらもね、コーラでいいと思うんですけどもね。そして、もう一個。3つ目、はい、こちらが噴出天然水ですね。はい、これも上に刺すようになっております。
はい、これで噴出シリーズ3つが揃いましたね。ちょっとね、この噴出のやつは曲がりがついているのでね、ちょっとこの角度を変えてあげてね、ちゃんと噴出しているように、ね、してあげないとちょっとおかしいことになるんでね。こんな感じで噴出しております。はい、続いてなんか重いですね。いきなりなんか重くなりましたけど、はい、こちら爆発コーラです。爆発してますね。まあ、メントスコーラやるとこんな感じでブシャーっと出てますね。ちょっとこれはね、重いんですよ。これもなんか空洞じゃなくて、ね、全部ぎっしり軟質パーツなんですけどね。はい、これが爆発コーラ。そして5個目、こちらが爆発炭酸水。はい、こちらも、爆発コーラと全く同じ形ですね。中がちょっと透き通ってて綺麗ですけど、これもね、重いです。はい、そしてこちら氷結エナジードリンク。これも綺麗ですね。氷結しております。実際こんなことはないんでしょうけどもね、このブシャーと出たところを一気に固めるとこんな感じになるんですかね。これが氷結エナジードリンク。はい、そして最後7個目ですけども、はい、氷結水素水ですね。最後は氷結水素水です。こちらもね、エナジードリンクの氷結と全く同じ形なんですけども、最後にね、この水素水というね、怪しいものを持ってきたところは何なんでしょうかね。まあ、色がね、この茶色と水色と黄色なんで、まあ、別にね、何でもいいんですけども、黄色がね、エナジードリンクとレモネードってなってるんですけども、別に何でもいいんですけどね。こっちがレモネード氷結でもいいんですけどね。はい、まあ、色は全部同じです、これはね。そして、まあ爆発するといえばコーラっていうのは分かりますけどね、この噴出っていうのは、これ手でこうピュッと押すと、ここに穴が開いていればピューってウーロン茶が出るというね、そんな感じなんでしょうね。そしてこれもね、天然水でピューッと出るよっていうね、それを再現しているという感じですかね。まあ、爆発に関してはね、やっぱ炭酸じゃないと爆発にはならないというね、まあそういうとこなんでしょうけどもね。はい、これをですね、このようにペットボトルのキャップの上にかぶせることができるんで、こうね、かぶせて置くと。そして中身は入ってないんですけども、中身が入っているものでやるとよりリアリティを増す感じですかね。そしてこれウーロン茶です。そして天然水、まあ、このようにね、いろいろと
ペットボトルに取り付けて、そしてですね、この今ペットボトルのキャップに取り付けられるんで、このキャップが開けにくい時とかね、これで開けるとね、開けやすくなるっていうね、そういう機能もあります。でちょっとこれはね、この噴出してるのが邪魔なんで使いにくいんですけども、このコーラの爆発はね、ここを握ってここも握れるんでね、これかなり開けやすくなります。これはめちゃめちゃ開けやすいです。この氷結はちょっとね、痛いかもしれないですけども、まあ軟質パーツなんでね、そんなにぐさっと刺さりはしないんですけども、一番開けやすいのはこの爆発のところが一番持ちやすくなっているのでね、このコーラでも炭酸水でもこれね、かぶせて開ければめっちゃ開けやすくなります。はい、ということで今回は限界突破ボトルキャップ全7種をご紹介しました。はい、中身をねちょっと入れてきたんですけども、このようにね、まあ多分ね、大抵の人は騙されないと思いますけどもまあドッキリグッズとしてもジョークグッズとしてもね、使えるかなと。まあ機能性としてはこのボトルキャップを簡単に開けられるというね、そういう機能があるので、その開けられなくてちょっと困った時はこれを使ってみるといいと思います。はい、ということで以上トイズガオーでした。